次に米永春信君の質疑を行います。米永君。みんなの党の米永春信です。今日はよろしくお願いいたします。冒頭消費税についてお伺いしたいというふうに思います。街歩いてますと、消費税はもう来年の4月に絶対 8% まで上がって、その次の年の10月には、絶対 10% まで上がってしまうことが確定していると、もう諦めているという、ムードがあるんですけれども、実際には安倍総理、来年の4月に消費税が 8% まで上がるということは、絶対に 100% 決まっている、あるいは上げるつもりなのか、お答えいただけますでしょうか。内閣総理大臣安倍晋三君。消費税についてはですね、伸びていく、社会保障費のですね、持続性を確保していく、あるいは国の信任を維持するために行うものでございますが、100% 上げるかといえばですね、それは違うわけでございまして、予測18条に乗っ取ってですね、民間企業の契約の実態など国民生活への影響を考えてですね、引き上げの半年前に、名目および実質の成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認をして、経済状況等を総合的に勘案をして、判断をして、まいります。その後においてもですね、経済財政状況の激変等が生じた場合には適切な対応を取っていく考えでございます。米永君。ありがとうございます。安倍総理自ら、100% 上げると決まったわけではないと、それを規定しているのが今パネルにもありますけれども、付則の18条と、ここにはアンダーラインしてありますけれども、施行の停止を含めて、措置を講ずるというふうに、書いてありますが、麻生大臣、もう一回ですね、この付則の18条補足をしていただけますでしょうか。財務大臣麻生太郎君。これは果実の政府与党を含めます3党で税制抜本改革法が通過をするときに付則がつきましてね、その付則の中で平成23年度から32年までの平均において名目の経済成立 3% 程度かつ実質の経済成長率 2% 程度を目指した望ましい経済成長のあり方に早期に近づけるための総合的な施策の実施、その他の必要な措置を講ずる、難しく書いてありますが、早い話が経験よくならなきゃ上げられませんよということが書いてあるわけです。これいろいろ偉い役人が書いたり、みんな頭の人が書くとこういうことになるんでしょうけど、なかなか一回読んだんじゃ何を言いたいのかよくわからんという文章なんですけれども、簡単に言えばいわゆる経済指標がいろいろ名目成長率以外にもいろいろございますけれども、そういった景気動向やら何やらを決めて、仮に来年4月ぐらいまでに上げるとするならば、いろいろ準備もいりますんで、今年の10月ぐらいまでにはこれを実施するかしないかということを決めなきゃいかんし、また伸ばさないかんとか下げないかんとかいろいろご意見がありますけれども、簡単にこれみんなで決めた話ですから、そんな簡単に変えられる話でもありませんので、この経済指標がそういったことになるようにするために私どもとしては景気を良くせないかんと、これがもう優先順位の一番だということで、補正やら何やら組ましていただいて、今の予算の審議をしていただいているというのが現状でございます。はい、米永君。はい、麻生大臣がおっしゃるように、玉虫色のような法案の文章で、32年というだいぶ先の話までの平均を取ってですね、それを来年4月上げるかどうかというのは、非常に不透明な部分もあると思うんですけれども、先ほどおっしゃったいくつかその経済指標があると、もう少し具体的にこういうもの、ああいうものといういくつか挙げて、他に何か挙げるべきこう指針というのはありますでしょうか。麻生財務大臣。経済指標いろいろありましょうけれども、こういったものは最終的に政治的な判断ということで決まるということになってまいりますので、そのだけでは街角のいわゆる
DI というか、ディフュージョンインデックスというんですけど、街角の景気指標とか、そういった普段あまり使われてないものも含めまして、多分この時にはありとあらゆる資料が上がってくると思っております。例えば、住宅の価格は今どうなっている、住宅の賃貸の賃金が上がったか下がったか、また土地の値段等々いろいろありましょうし、そういったものを含めて指標というのは、住宅というのは非常に大きな部分だと思いますので、そういったもの指標の流れ等々も含めて検討していかなければならないところだと思っております。はい、米永君。はい、まあ、今ディフュージョンインデックス景気動向指数という話ありましたけれども、実は山梨県、私の地元の山梨県はですね、残念なことにですね、今年入ってからずっと毎月のその景気動向調査において、帝国データバンクの下からトップ、つまりワースト47位が推移しておりまして、そういう意味では景況感といいますか、景気がまだ感じられていないという、全国で最も顕著なところなんですけれども、その山梨県において甲府で週末、統計学上はよく分かりませんが、私、街角に立ってフリップを持ってですね、道行く人にアンケートを取ってまいりました。それがこれでございます。来年の4月に消費増税、しょうがないのか、あるいはまだちょっと上げてほしくないという、感想をシール貼ってもらったんですけれども、これ100人に聞きました。13人がしょうがないと、2人が真ん中に押しておられまして、85人がまだ上げるべきじゃないと、山梨県民の通行してた人の範囲ではそういう結果が出ております。もう一枚フリップありまして、同じことをですね、今度は通行人じゃなくてですね、商店街だとか零細中小企業の経営者側のアンケートを取ったものでありました。これもっと顕著です。もう4人2人で、上げてほしくないという人がこの98人おられると。で、これはその消費者として、まだ上げてほしくないという感覚以上にですね、経営するにあたって、いろいろ別の問題があると。で、そのうちの一つが価格の転嫁の問題だというふうに承知をしておりますけれども、それについてちょっと説明をいただけますでしょうか。はい、誰、はい、杉本公正取引委員会委員長。お答えさせていただきます。消費税は各取引段階において価格に転嫁されまして、最終的には消費者にご負担をお願いするという性格のものでございます。したがいまして、事業者は販売先に対しまして、消費税率の引き上げに相当する金額を取引価格に上乗せするということをお願いしまして、それを認めてもらう必要がございます。しかしながら、立場の弱い中小事業者等につきましては、販売先から消費税率引上げ分に相当する金額について価格引上げを断られるといった、消費税の価格への転嫁を拒否されるという事態が懸念されるところでございます。このほかにも買い手が消費税率の引上げに相当する金額を上乗せして支払うと契約しておきながら、商品が納入された後で代金を支払う段階になってから値引きを要求して代金を減額するといったこととか、消費税率引上げに相当する金額を上乗せして支払うことを了承するものの、それと引き換えに自社の売れ残りの商品を取引先に購入させたり、リベートを支払わせたりするということも考えられます。したがいまして、こうした消費税の転嫁を拒否する行為を防止是正していくこと等によりまして、円滑かつ適正な消費税の転嫁が行われるという環境を整備していくことが必要になると考えているところでございます。はい、米永君。今ご説明いただきましたけれども、簡単に言うと、お客さんが消費税分負けてと、あるいは事業取引のにおいて消費税はそっち持ちだということで不当に圧力をかかって、それが 5% でも問題があると。それが今後消費税が上がる、あるいは上がる瞬間にはそれが社会問題のような形になるというふうに承知をしておりますけれども、稲田大臣、これについては対処どうなっているのか教えていただけますでしょうか。はい、森稲田担当大臣、国務大臣。
いえ、公正取引委員会担当の稲田でございます。委員会担当大臣、はい、ありがとうございます。今委員のご自身でなされた調査を見ながら、圧倒的多数の、まあ、事業者の方がですね、消費税上げるべきではないという結果ですよね。私も地元福井なんですが、多分同じような結果になるんじゃないかなと思っております。まあ、地域のコミュニティや経済を支えておられる中小事業者の方が、この消費税増税に伴ってですね、その消費税転嫁を拒否される等の不公正な取引を強いられる、このようなことが横行してはならないと思っております。まあ、今般国会に提出をいたしました転嫁対策特別措置法案では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、より迅速かつ効果的に転嫁拒否等の行為を取り締まるため、公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、事業を所管する大臣にも調査や指導を行う権限を付与するなどの措置を盛り込んだところでございます。この法案を含め、政府一丸となって取り組んでいく所存でございます。米永春信君。はい。まあ、今法案を提出されて、取り組んでいる最中と、まあ、それが挙げる判断をする前にですね、きちんとやっていただきたいというふうに思うんですけれども、まあ、それ以外にも先ほどの付則18条というのは明確にその停止を含め規定しているわけですけれども、それ以外に消費税そのものはですね、いろいろまだ課題を抱えているというふうに思いますけれども、麻生大臣ご認識です、消費税まだ上げる前にやるべきことというのを他にも挙げていただけますでしょうか。麻生財務大臣。これ一番大きいのは、まあこれだけ景気が良くなればと思ってもらえるような経済状況っていうのが一番大きいと思います。それから過日法案を審議していただいて通していただいておりますけれども、例えばですよ、いっぱい物を売ってるところ安売りの店ありますでしょうか。あれ本来ですとあれ全部内税っていうことになっておりますからね、あれちょっと全商品張り替えるんですよ、一個一個全部で張り替えて1年したらまた張り替えるっていう話になりますから、そらとてもじゃないけどそういったもののコストだけでもえらいことになりますから、これはその上今のまんまでプラス 3% ということにしてもらえれば、外税ということにしてもらえればそういったコストはかからず済みますからということもありますんで、両方しばらくの間いいですよというような法律にということで、いろいろご要望もありましたんで、その法案も出させていただいて通ったと、通らせて通過をしていただいております。いろいろ対策はあろうと思いますけど、やっぱり一番大きいのはそれは世の中さん、何といってもちょっと良くなったんじゃないかという簡易雰囲気が出てくるのは、やっぱり今まだ大阪だってそんな雰囲気になってないと思いますよ。僕は今なんとなく言えるのは東京の方であって、やっぱり北の新地南の新地含めてあんまり今一つ夜のウォッチャーはから誰聞いたって要はなっとらんは言いますから、みんなそうなんだと思っておりますんで、そういったところまで行くまでにはまだまだしばらく時間がかかるのが当たり前なんであって、まだにこういった話が出てまだ予算も通ってないし、現実問題としてまだ法案が通ったのがポツポツ通り始めたぐらいのもので、まあアナウンス効果だけで言っておりますので、実物経済実体経済までに及んでないっていうのが一般の感じだと思いますので、ましてやっていうといかにも山梨は田舎に見えるようで恐縮ですけれども、山梨とかいうところに行くまでにはさらに時間がかかるということは私どもはそういう感じがいたしますので、地方に行くほど波及効果は遅い可能性は非常に高いと思っております。はい、米永春信君。はい。まあ、一番、重要な課題ということで今、答弁いただきましたけれども、他にまだまだあるんですね。例えば、今後 5% から8、10と、あるいは、それ以上になるか分かりませんけれども、今、低所得者の対策というのが、幾通りか議論されておりますけど、それについて今、どういうふうになっていますでしょうか。麻生財務大臣。これは各党でいろいろご審議をいただいているところでもありまして、来年度25年度の税制改正の中で、6年度かの税制改正の中でこの話が討議されてくるんだと思いますが、いわゆる
2段階にするとか、2段階にするっていうのは低所得者層とあれと分けるという、まあ、5% になるところ、0% になるところ、8% になるところっていろんな変え方で分けるという話も一つの方法なんだと言われております。ただこれはこれでまた別の問題がありまして、それには一体インボイスっていうものを全部つけないといけませんし、その手間は中小零細企業で大変ですよという話が出てきてみたり、いろんな問題っていうのがありますんで、この点に関しましてはもう一回審議されておるところであります。米永君。はい、まあ、今ご説明されたのは複数税率の話だと思いますけれども、給付付き税額控除という議論もあるでしょうし、それ以外に例えば、まあ、ガソリン税議論していたときに、その二重価格、二重課税という問題もちょっと明らかになって、いますけれども、例えば酒税、タバコ、あるいはガソリン税のようなものに、さらに消費税を加えるというものが、税率が高くなったときにはどうなるか、その辺はいかがですか。はい、麻生大臣。今の、二重課税の話、これも今、審議の対象になって、三党等々で協議をいただいていく予定になっているものの一つであります。いずれにしても、ガソリン税、自動車税、いろいろあるんですけれども、そういったものは地方税としてはかなり額としては大きなものですから、それを仮に減額するということになった場合、それに見合うだけの税源、財源というものが2000億だ、3000億だってレベルになりますので、そういったものに見合うだけのものがあるかといえば、なかなかそういったものが見当たらない。したがってという話になっておりまして、今の話は軽減税率の話っていうのを、どの種目でどれくらいっていう話は、これは今後とも議論をさらにいただかねばならぬところだと思っております。はい、米永君。はい。まあ、その他にもまだいろいろありまして、例えば納税の透明性を担保するための例えばマイナンバー制の話ですとか、あるいは医療機関、これが仕入れのときは払う方のときは課税されるけれども、医療費自体まあ無課税ですから、そこの差額を医療機関に対してどうするのかとかですね、今私がその不足の18条以外で申し上げたこと、これ全部法律の中に入ってるんですね、7条。思いつきで言ってるんじゃなくて、外の議論でなくて、消費税上げるという法案の中に入ってることだけを今、実は、申し上げたんですけども、不足の18条は、まあ、停止含めて講ずると。まあ、いわゆるトリガー法というか、トリガーの、それが行わなければ上げないというようなものになっておりますけれども、まあ、法律上7条に今申し上げたのがすべて入っているんですけれども、それ文言で言うと、速やかに必要な措置を講じなければならないということで、今言ったこと全部挙げられているんですけれども、これは消費税を上げる前にやるのか、あるいは消費税上げてから並行してやるのか、それをお伝えいただきたいと思います。はい、麻生財務大臣。ご指摘の点は大変正しい点だとは思いますけれども、すべて消費税を上げる前に決定、8% にするということを上げる前に、すべて決定しておかなければならないという種類のものではございません。はい、米永君。まあ、ただ、先ほどの議論の中で価格転嫁の話、これは 8% に上がること自体がやっぱり問題であって、それは上げる前にやるべきものの一つだと思いますけれども、それはややですね、今、弱腰のご答弁でしたけれども、やっぱり速やかに措置を講じなければいけないということで、法律にも盛り込んでいるんですから、原則は可能な限り上げる前にやるべきことだというふうに私は認識しているんですけど、もう一度答弁いただけますでしょうか。はい、麻生大臣。おっしゃる通り、上げる前に、まあ、別に弱腰で申し上げてるんじゃなくて、なかなかご理解にくいところであってみたり、その3党協議の中でどういった協議がなされるかというのは、ちょっと今一つ政府側では分かりにくいところもありますので、今みたいなお答えを申し上げましたけれども、原則としては上げるという前提できちんと対応していかねばならぬ種類の問題だと考えております。米永春信君。はい。で、法律の中に盛り込まれてない
ものでもですね、例えば国民の皆さん、議員定数どうなってんだという声、今でも聞きます。そういったものもまだ、道半ばでありますし、消費税上げる前にきちんといろんなものをやるという姿勢をぜひですね、具体的に取っていただきたいということを申し上げて、最後に総理に、ズバッとお聞きしますけれども、10月めどで、上げるか否かを判断するということでありますけれども、今日現在判断するとしたら、上げる判断できますか。はい、安倍内閣総理大臣。上げるのは来年の4月でありますから、今日現在の予測でですね、来年の4月の景気状況というのを、これを予測するのは非常に難しいわけでございまして、だからこそ秋ということになっておりますが、まだですね、このデフレから脱却実際にしているという実感はないわけでございますから、そういう実感をですね、皆さんに持っていただけるように、さらになるべく早く予算がですね、例えば補正予算は着手はしているわけでありますが、実際に契約をしてですね、事業がスタートしているわけではございませんから、実際にですね、お金が山梨県にもですね、どんどんこれ行き渡っていくように努力をしていきたいと思います。はい、米永君。はい、ありがとうございます。いずれにしましても増税の前にやるべきことであるというつもりでですね、私が今日述べなかったさまざまな他に論点あると思いますけれども、このパネルにですね、容認という方が多いシールが貼るような環境に整うまでですね、ぜひ消費税、上げる前にやるべきことはまだあるという認識で取り組んでいただきたいというふうに思います。引き続きまして原発について、お伺いします。福島第一原発、昨日もですね、ネズミが見つかったということで、こっちはショートしたんじゃなくて あえて止めたということですが、ちょっと説明いただけますでしょうか。はい、原子力規制委員会田中俊一委員長。昨日発生した件も含めまして、このところ電源トラブルが続いております。具体的には3月18日に使用済み燃料プール冷却設備の電源がネズミが入り込んだことによってショートして止まっています。それから4月5日には3号機の使用済み燃料プールの冷却設備のが停電しております。これは小動物が侵入したことを防ぐための工事中に誤って針金を電源に触れさせてショートしたということであります。で、昨日は同じく2号機の使用済み燃料プールの冷却系の電源案内でネズミの死骸を発見して、一時電気を止めまして、その死骸を取り除いております。で、福島第一原子力発電所は依然として非常に不安定な状況、リスクがいろいろある状況でありますので、原子力規制委員会としても引き続き東京電力の取り組みをしっかりと監視していきたいと思っておるところでございます。はい、米永君。よくネズミ一匹入れないというような表現がありますけれども、これは仮設の施設で外にむき出しで配電盤があったことによる、ネズミが原因かどうか、100% わからないかもしれないですけど、そういう状況であると、このサイト自体はまだ本当に、安定していないということですけれども、冷却水そのものについてですね、循環型で、冷却して、それで今低温を保っているということですけれども、ここに地下水が入り込んで、まだどんどんその汚染された水が増えていると、これについて最新の情報をお願いします。はい、田中委員長。現在冷却水につきましては地下水が大体1日400トン程度入り込んでいるということで、それだけいわゆる汚染水が増えている状況にあります。で、これを今極力少なくするための工事をしています。それからそういった冷却水が
をどこに保管するかということで、今急遽増設工事等をしております。地下に冷却水をためるところについては、ご承知のように漏洩があったということで、それは急遽金属製タンクに移し替えているところでございます。はい、米永君。はい、まだまだこのように問題が山積しているわけですけれども、これ何度か委員会で、他の委員会で取り上げられていますけれども、おととしの12月に、前の内閣がですね、いわゆる収束宣言を出しまして、特にアンダーラインのところですね、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断をされると言い切っておりまして、これについて、そうは認識してないという答弁がありましたけれども、一度やっぱり政府が、総理大臣が記者会見で発表して、議事録も映像も残っている、この部分、該当部分を明確に打ち消して総理、打ち消していただきたいと思うんですけれども。はい、茂木担当大臣。アンダーラインの部分を含めて適切ではないと我々は考えております。そして汚水泉対策であったり、廃炉、賠償、除染、そして被災者のですね、帰還等々、これからもですね、福島の再生、そしてまたこの事故のですね、収束にはたくさんの作業が残っております。そこの中で事故収束という言葉を使うことでは適切ではないと思っております。撤回ということでありますが、ここで会見されたのは野田前総理でありまして、もし撤回ということでありましたら野田前総理にお話しいただければと思います。米永君。政府引き継ぎましたけれども、政府の過去の事例をですね、撤回するか、あるいは上塗りをすべきだと思うんですけど、改めまして、総理、これを上塗る発言をお願いいたします。はい、安倍総理大臣。今、茂木大臣から答弁をさせていただきましたが、安倍政権の方針としてですね、前内閣がすでに収束という発言をしておりますが、我々は収束したという、そういう状況というふうにはですね、とても言えないというふうに考えているわけでございます。はい、米永君。はい、時間が迫ってまいりましたので、ちょっと急いでですね、原子力規制委員長の人事について、今、構成している職員の内訳とか、あるいは移動についてお話しいただけますか。田中政力、そうじゃない、委員長ですね、田中原子力規制委員長。お尋ねの件ですけれども、原子力規制委員会の今の状況ですが、この4月の移動状況ですと、経済産業省から14名、文部科学省から57名、警察庁から6名、その他4名が規制庁の方に移動しております。なお、規制庁から外に出てった人数としては、経済産業省に11名、文部科学省に10名、警察庁6名、その他2名という状況になっております。米永春信君。来年度の採用とかはどうなっていますでしょうか。はい、田中委員長。本年4月1日現在、現職規制庁は508名の職員が在籍しております。来年につきましては、ここの職員が採用されているのは、いろいろ経済産業省とか文部科学省、警察省、環境省、その他から来ていただいているわけですけれども、今後は中途採用、来年の採用を含めて努力して、できるだけいい人材に来ていただけるよう努力していくつもりでおります。はい、米永君。私の論点は、いい人材確保は当然のことだと思うんですけれども、要するに独立性の担保という話ですけれども、原則、ワンウェイと、一度入ったら出ないと、ただ法律上は関係省庁に戻らないということは規定しますけれども、今、答弁のように、1割内外が出たり入ったりしていると、これでは私、独立性の担保というのはなかなかできないと思うんですけれども、少なくとも今後採用する人についてはですね、いわゆるキャリアとして、
総合職ですね、横移動がないような独立した機関としての採用ということが望ましいと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。はい、田中委員長。今委員ご指摘のようにいわゆる戻らないというノーリターンルールというのは現在存在してまして、このノーリターンルールには一応発足から5年間という経過措置もあります。でそういった法律の規定を踏まえて適切に任用を行っているところです。現在のところ特に問題はないとは認識しておりますが、現職規制庁に骨を埋める覚悟で来ていただける人材をできるだけ採用していきたいと、そのように考えています。はい、米永君。はい、最後の1分を使いまして、次はリニア中央新幹線についてお尋ねを申し上げます。現在の実験線 42.8 キロ、まもなく完成ということですけれども、進捗状況をお願いします。はい、小田国交大臣。山梨のリニア新幹線につきましては、従来18キロでありましたが、現在 JR 東海によりまして、東西方向に延伸をいたしまして、全体で43キロという工事が行われているところでございます。順調に工事が進んでおりまして、JR 東海によりますと、本年9月をめどにして、走行安定性能やブレーキの制御性能、これらを実用化に向けた技術的な最終確認のための走行試験が9月再開される予定と聞いております。はい、米永君。はい、地上浮いてですね、時速500キロを超えるスピードで、走る夢の超特急でありますけれども、それの、市場会というのも昔やってたんですけれども、それの再開を求める声がですね多いんですけど、それについてはいかがでしょうか。はい、太田大臣。そうした声を聞いております。JR 東海は今申し上げましたように9月に走行試験を開始する予定でありますけれども、まずは延伸された実験線におきまして車両の安定走行性能やブレーキの制御性能などの確認作業に力を注ぐということでございます。その上で JR 東海でも準備や受け入れ体制が整った段階で体験乗車の再開を検討するよう JR 東海を適切に指導してまいりたいと思います。米永春信君。はい、ありがとうございます。最後にですね、先ほどもちょっとありましたが、笹子トンネルの天井板の落下事故、これ私の地元がやっぱり現場でして、出てすぐのところに、温泉地伊佐温泉があるんですけれども、物理的にその瞬間通行止めになった数日間、宿泊客が、キャンセルというより物理的に来れなかったという、被害を受けたんですけれども、これについて、国が何らかの措置取れないかということを答弁をいただきたいんですけれども、最後これをもって、はい、太田国土交通大臣。笹子トンネル事故がありまして、長野も含めて山梨県の観光をはじめとするそうしたところが、また産業も大変なダメージを受けたということもありまして、その後ずっと工事をできるだけ早く天井板を取るようにということと、そして迂回路ということで、この迂回路を無料にするというようなこともさせていただいたりいたしました。観光的にもダメージを受けているというようなこともありましたもんですから、いろいろな形でご支援をしていかなくてはならないというふうに思っているところでございます。はい、米永君。来たので終わります。ありがとうございました。